ここが噂のお化けが出るっていう。人気はなさそうですね。俺本当にお化け無理なんだよね。みんなでお化けを見つけて大儲けだ。ちょっとミミちゃん、雰囲気は大事にしようよ。だって目の前に一攫千金のチャンスだよ。お化け捕獲協力者へ3億円。それ絶対嘘だったら許さないから。てかお化けって捕まえれんのこれ。見えるってことは実体があるんじゃないですか。なら捕まえられるのかな。みんなで早くスマホのライトつけていくよ。あれ、あるんかな。あ、下になりましたよ、1階に。え、あるあ、なんか…うわやったー。おーい、あ、待って、お化けもゲット。おーい、待って、ミッション書いてる、やばい。何かとお化けを一つ交換。え、おかゆちゃん、うん、これミッションでさ、誰かとお化けを一つ交換だから交換して。え、なんで。でも交換しなきゃいけないミッションだから。でもおかゆ、これポイント高いからやめない。でも、これ多分指定だからそうなの。分かんない。え、何？ちょっと、え、これ本当に指定なのかな。まあお化けはですね、うちのボンボンスタッフがやってるんですけれども、まあそれはそれはね、皆さん本当に可愛い、美しい、綺麗な方々なんですよ。だからね、ちょっとね、うお、あ、あ、あ、捕まえた、はい、捕まえた、あ、お化けいました。え、ちなみに綺麗なお化けの居場所知ってます？え、これは綺麗なお化けじゃなかったのかな。これね、部屋にね、入りきらなくて。いやー、いやー、なに、なに、なに、あー、あー、あー、ビビビビビ。なんで騒いでたの今。今ビビらせようと思って。ふざけんなよ。待ってください、ここ見てください、ここです。ナース、このお化けさんがヨッチさんに捕まってたら大変なことになってました。暗闇で何するか分かんないから。あ、お化け発見。え、怖っ。私強くね、マジで。あ、ミッションタイム。誰もいない部屋でボンボンドリーム踊れ。最悪なんだけど、何そのミッション。ちょっと時間が約何してんの。ミッションで踊ってた。みんな明るいやつ持ってて。え、ヨッチさん。え、私のお化けさん見てください。何？すごい可愛いんですよ。え、あ、交換交換、お化け交換で。お化け交換やばい。あ、待って、ノートあった、ノート、ノートあった、ゲット。え、このティッシュって、え、コンフェルデルボーズって作ったやつですかね。ね、シュシュ、このフェルデル坊主って集めるやつかな。え、わかんない。ね、待って、なんか怖くないこれ。この辺に…すごい、すごい喜んでる。お化けさん、すごい喜んでる。あ、待って、封印カードもあった。お化けカードと封印カードゲットしました。ねえ、もうだ、ゲッチャー、マジでマジやな、もう。
もっとやりすぎだろ。いたいたいたけど、まあいいか、このお化けは。いいか、閉めようかな、ここ閉めようかな。助けて、捕まえた、ハイタッチ。愉快なグループになってきました。はい、お化けユニット。何？お願いがあって、お化け1匹欲しいです。ダメ、カードあげるんで。え、カード2枚、2枚、はい、これとこれ、ありがとう。よかった、5000のやつ取られなかった。え、5000あんの？この人形さ、誰かなんかやってないね。俺これちょっと持ってこうかな、これちょっとさっ最初に見つけたこのお人形、ちょっと持っときたいと思います。あ、OK よ。人形もらいました。奪われたんだけど。この部屋中、よつさん、この部屋頑張りません？どこ？この部屋。俺が前回鬼ごっこ中にここで起きて怪奇現象。え？あ、お化けカードあった。え、やった。本当。ありがとう。え？無理無理無理。うわー、待って、無理。感じる？お化けちゃん。感じる？感じない。感じないのか。お化けリーダーが。あ、なんかその辺に。その辺を示しました。お化けレーダー。封印の札、封印の札ゲットした。なんだろうこれ。うわー！何？うん、いきなりダッシュするからびっくりしちゃった。お金さんって聞こえたからダッシュしたよ。違う、お金のこの紙だよ多分。そうだよ絶対。ここはロッカールームかな。あ、終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これいる場所耳ピーンって、耳ピーンなんですけど、今日来て初めて2回行った瞬間になってました。いろいろあったということで。いろいろありましたね、はい、お化け集めてくれたんですよね。集めました、はい、あの自分が持ってるお化けさんたちの点数も見てみてください。雑魚お化けだったわ、はい、じゃあお粥からお願いします。11,100 です。え、次ミーミー。ミーミーは15,500 です。え、2200ポイント。え、7100ポイントです。高みんな、なんなん。13,000です。俺一番低いよ、マジで。全部100。え、ほぼ100。お化けも100。お化けいくら？お化け私は5000です。私1000でした。じゃあこのお化け何点なんですか？このお化け何点？このお化け、このお化け、よくない。でも皆さん、まだありますよね。そうでした、はい、まず封印のお札持ってる人。はい、はい、その封印のお札は他プレイヤーのお化けを点数を無効にできます。どれ選んでいいかはあのランダムです。あの、ね、選べない。じゃあドミちゃんから。はい、私はシュンシュンです。え、なんで一番高いお化けっていうか1万点がいい。うわ、1万のあんの。神です。おい、100ってお前マジ。これ、はぁ、やったー。あ、もうちょいだ、もうちょいだ、マジか。じゃあヨッチ。俺もシュンシュンいく。え、なんで？いや、もう、いや、いや、だって俺よりまだ高い。やだ、なんか低い者同士の戦い。はい、せー、おー、逆かよ。じゃあ、ガイちゃんも行きたいと思います。ちなみに、あの今回最下位の人が最悪な罰ゲームがあるので。お願い、シュンシュンの罰ゲームみたいだね。もう俺のゲットやね。ワンチャン越される。だってアイテム持ってないもんな。そうだね。じゃあシュンシュンも持ってない、持ってない、マジで隠してる、隠してる後ろに。じゃあシュンシュンでいきます。え、マジで言ってんの。じゃあ引いてください。はい。1000ポイントです。よっしゃよっしゃ、100ポイント勝ってる。おかゆ、じゃあミミちゃん。え、え、さっきおかゆのことサポートしてたから。そうだよね。これ、はい、こちらだ。500。うわ、てるてる坊主とわら人形持ってる人。はい、何これ、ちょっと呪いっぽくない。え、笑ってる、笑ってこれ、え、なになに、笑ってない、なにこれ、どういうこと、怖い、怖い。こちら0ポイントです。え、なぜかというとお化けではないからです。ノート持ってる人。はい、召喚ノートなんですけど、あれ、召喚の缶が、え、違う、これだけ違う。あ、ね、これ正解だよ。あ、え、こちらの正解のノート
なんですけど、真ん中ちょっと開いてもらってもいいですか。見てない真ん中。何これ魔法陣だ。魔法陣何が。お化けが召喚できるんですけど、お化けが1万点。うわぁぁ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 ぁということで、最下位はヨッチー。ちょっと待って、圧倒すぎない。ちょっと罰ゲームは、ここ、3階が怖いんですよ。1人で3階でツイッター用の写真を撮ってくる。やっば。3階が怖いっていうのはどういうことですか。それはもう、はい、そういうことなんだ。はい、それでは、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。他のハイディスケ動画ぜひご覧ください。それでは次の動画で待てよ。ナミちゃんです。おかゆです。はい、今回は特別にミュージックビデオの撮影場所を公開しています。どうぞ。はい、こちらへどうぞ。かわいい。じゃーん。おっとー、今日はここまでです。続きが見たい方は8月4日公開のミュージックビデオを見てください。